秩父神社。秩父神社は、埼玉県秩父市にある神社。式内社、武蔵国市の宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。秩父地方の総鎮守である。三方神社、宝都山神社と共に、秩父三社の一社。12月の霊祭、秩父夜祭りで知られる。秩父夜祭り、秩父祭りの屋台行事と、 カグラは2016年12月1日、山、保屋台行事、18府県の計33県の一つとしてユネスコ、無形文化遺産への登録が正式に決定した。荒川の貸し団球場に広がる秩父市街地の中心部に鎮座している。主神天皇の時代、初代の秩父国像である秩父彦の御事が、祖神の八石思命。 や心ころ思い金の巫子を祀ったことに始まる。武州六大名人に四宮として数えられ、武蔵総社六諸宮の多くに魂神社、東京都府中市にも祀られている。大国魂神社の霊大祭、暗闇祭りでは、当社の御子も巡行される。中世には、妙見信仰と集合し、その後、秩父大宮妙見宮として栄えた。江戸時代に、 徳川家康の命により現在の社殿が建てられ、社殿には、ザ・ジンゴ・ロウ作と伝えられる、子宝、子育ての虎や、つなぎのなど、様々な彫刻が施された。毎年12月に行われる霊祭、秩父与祭りは、ユネスコ無形文化遺産に登録されており、京都の祇園祭、り、飛騨の鉱山祭と共に、日本三大引山祭り及び、日本三大美祭に数えられ、 多くの観光客が訪れる。元々の祭人は八石思命と秩父彦命ということになるが、これには諸説あり、八石思命、秩父彦命のほか、重い金の命の御子の天下春命、大名無ちの命、単に地方名を冠して、秩父大臣とする説などがある。雨の皆かぬの人は、明治の神仏分離の時に改められたもので、 それ以前の神仏集合時代には、妙見菩薩であった。鎌倉時代に近くに祀られていたものを合示したもので、あるが、こちらの方が有名となり、江戸時代までは、秩父大宮妙見宮と呼ばれていた。当社の社殿と参道の南側延長線上に、竹鉱山、時代によって、竹光山、秩父学、妙見山などと呼ばれるがあり、もともとは、 武さ山を神奈美として妖拝する聖地であったと考えられている。仙台九児本義の国蔵本義によれば、八意資金命の十世孫の秩父彦命は、主人天皇、第十代天皇の時代に、初代秩父国蔵に任命され、大臣を廃誇らしたという。この大宮は、秩父彦命の祖である八意主権命を指すと考えられ、 秩父神社ではこれをもって神社の創建としている。さらに、陰陽天皇年間に秩父彦命の旧聖孫である秩父京廷男が秩父彦を合わせて祀ったと言われる。地域名の秩父の名を冠するが、地、秩父から秩父に変わった時期は明らかではない。なお、秩父の所見は708年である。律令制度の崩壊により、 秩父神社を支えてきた皇族の力が弱まるにつれ、当社も次第に推備していったものと思われる。これに代わって登場するのが妙見者である。社紀及び、風土気候によれば、天行年間、938年から947年、平野正門と日立大将、陳寿不将軍、平国家が戦った、上野国染谷川の合戦で、 国家に加勢した平義文は、同国群馬郡花園村に静まる妙剣、悟りの加護を得て、正門の軍勢を打ち破ることができた。以来義文は妙剣菩薩を厚く信仰し、後年秩父に教を構えた際、花園村から妙剣者を誕生した。これが秩父の妙剣者の創生である。その後義文は下兎国に教を移した。 下宇佐での子孫が混流した千葉神社の祭神も、妙見菩薩である。秩父に土着した子孫は、秩父兵士と呼ばれる、武士団を形成した。鎌倉時代に社殿が落雷により消失し、再建する際に、神社北東に祀られていた妙見菩薩を合死し、秩父十四箇所の九十五番札書、母葬三蔵福寺、現在は、廃寺が、 別当時的な存在で当社を管理した。以降、神仏分離まで、妙見宮として栄え、演儀式に、記載の本来の、秩父神社の名称より、秩父大宮妙見宮の名称の方が有名となった。江戸時代の絵図では、境内の中央に妙見社があり、その社殿を取り囲むように、天照大神宮、とう家大宮宮、神宮寺社、秩父尾子と記す絵図もある。 日の三崎神社の四、祠が拝されている。神宮寺社は、式内社である、秩父神社の推備した姿であると言われており、江戸中期の樹舎である、斉藤鶴磯は、武蔵の話の中で、この神宮寺社について、この神器は地主にして、妙見宮は自家になるべ。中略妙見宮は、大祠にして、秩父神師は少子なり。ことわざに言える尺屋を貸して、母屋を取られる,るの打具比にて、 いずれ人人儀には得てあることなりと表している。明治の神仏分離により、妙見菩薩と集合していた雨のミナかぬしの神に祭神を改め、社名も本来の秩父神社に戻した。鳥居の変額では秩父神社と表記されている。反復されている五譜などに、現在も妙見信仰が残されている。1884年、明治17年の秩父事件では、 本民党軍が境内に集結した。全国の一宮や、それに準ずる神社の祭神を祀る天神地義者が、節末者にある関係で、全国の一宮が加盟する、全国一宮会から、2006年に、秩父国神一宮に認定された。いずれも、秩父神と表記され、訓7党と、付記されている。社殿は、徳川家康による造営で、本殿。 平伝、拝伝が一つにまとめられた権源作りの形式である。サジンゴロウの作とされるものを含む多くの彫刻で飾られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。